離散最適書き取ろうの10回目の講義の補足を始めていきます。で、この補足の動画では、中密性ですね、その話の証明の部分をやっていなかったので、その部分を補足していくということを目標にして進めていきます。では、そこまでスライドを飛んでいきます。はい。でですね、ここですね。はい。中密性ってのは何なのかっていうと、それ順序に関する性質なんですけども、まずですね、よく、我々知っている有理数全体っていうのを考えると、これはですね、中密なんですね。なんでかというとですね、それは、この数直線というか、有理数全体の集合っていうのを考えると、その中にですね、0とか1とか、2とか、3とか、4とか、たくさんあるわけですけども、負の方もあるわけですけども、例えばですね、1と2というこの有理数を見たら、その間にも必ず有理数が存在するわけです。例えば3分の1。っていうのは、1と2の間にある有理数になるわけです。じゃあですね、このじゃあ3分の1と2の間、この間にも有理数ありますかと言われたら、これもあるわけです。例えば、何でもいいですけど、8分の7とかですね。こういうのがですね、間に必ずあるっていうような性質を満たしているわけです。で、このような性質のことを中密性と言ったりします。英語ではデンスと言ったりするんですけども、中密ですね。こんな感じで中密と呼ぶとかも中密ですけども、そういう性質があるわけです。これはですね、今、この有理数全体が作る順序を考えていたんですけども、大小関係という順序を考えていたんですけども、これはですね、一般の単順序に対しても同じような言葉を定義することができます。で、それが下に書いてある定義です。中密な半順序ですね。で、半順序を持つ集合ラージ X が中密であるとは何なのかというと、任意の要素 XY に対して X が Y 未満ならば、ある Z というのはラージ X に存在して、Z が X と Y の間にあるということになります。だから、図のイメージで言うと、半順序を思わずで書くときには、X と Y っていうのがあって、その間に大小関係があるという場合に、必ずその間にあるような Z っていうのがありますよと。間にあるような Z。こんな感じですね。こういう Z は必ずありますよってことを、この中密性という性質は要求しているわけです。でですね、ここで考えたいのは、この順当形が作る、このグラフのですね、グラフの順当形が作る半順序っていうのは中密なのかどうかってことを議論したいというのが目標です。でですね、結論から言うと、向こうグラフのこの半順序関係っていうのは、もうすごく中密です。すごく中密っていうのは何かっていうと、この任意の要素に対してこれが成り立つわけではないんだけども、一箇所を除いて中密になっています。で、まずじゃあその一箇所の例外から話します。で、一箇所の例外っていうのはこの K1 と K2 の間だけです。ですね、K1 っていうのは1頂点からなるグラフですね。で、K2 っていうのは2頂点からなるグラフというふうになっていたわけです。で、これらが作るこの同値類っていうのがあって、同値類なんかこんな感じで。だからその、ちょっと今書けたわけですね。この、K2 に同型なグラフ全部集めた、同型じゃないですね。順同型同値なグラフを全部集めた集合とか、K1 に順同型同値な集合を全部集めた集合とかっていうのがある、集合って言っちゃいけませんね。集まりっていうのがあるわけですけども、で、ここの間には、下から上に順同型数があって、上から下にはないですよという関係があるわけですね。じゃあ、ここの場合に、この間に挟まるような、こういうグラフがあるのかって言われると、これはありませんよということを、ここでは言ってます。これない。だから、この間には何もない。というのが、この静止画ってことです。だから、K1 よりも大きくて、K2 よりも小さいようなグラフ X、向こうグラフ X というのは存在しないというのが、まず、初めに確認することです。で、これ証明していくんですけども、そういうものがあると仮定して矛盾を導きましょう。ですかね。で、そうすると、この X というのは K1 よりも大きいわけです。だから、これ X だったら、この K1 から X には、順当性が存在するんですけども、逆向きはないと。わけですね。で、逆向きがないっていうふうに言ってるので、どういうことになってるかっていうと、もしですね、X がですね、辺を持たないグラフ。である場合には、このですね、すべての頂点を、この K1 の頂点に移すという順当係数が存在してしまいますから、この場合は、順当係数が存在してしまうわけです。つまりですね、別の逆に言い方すると、
純度計算シャドウが存在しないんだったら、必ず辺を持つ、X というのは辺を持っている必要があります。だからその X は辺を持つグラフだということが分かるわけです。でこれが分かりますね。だから X となると辺を持っているグラフになりますね。だから、X は辺を持つグラフなんですけども、だから X っていうのを書こうと思うと、X っていうグラフの中に必ず辺があります。辺があります。どっかの辺があります。でそうするとですね、K2 ってグラフを考えると、K2 っていうのはこの辺1本からなるこういうグラフですから、K2 はですね、X の部分グラフになるわけです。ってことは、K2 から X に向かって、順当化作用存在するということになります。これ、ここの部分です。書かれて。この部分ですね。K2 から X に向かって、順当化作用存在するということになります。そうすると、これはですね、この X が K2 未満であることに矛盾するわけです。X が K2 未満だってことは、つまり、これ何かっていうと、X から K2 には順当化作用があるけども、K2 から X にはないっていうふうに言ったわけですね。だからこの二つは両立しないわけです。K2 から X への矢印と K2 から X への矢印がないってことは両立しませんから、これで矛盾になる。つまり仮定が間違っていた。ということで証明が終わるということになります。いいでしょうか。だから K1 と、K2 ですね。この間には何もない。ここはまあギャップになっていると。理算的に飛んでいると。いうことになります。で、一方でですね、他のグラフ、を取ってくると、向こうグラフを取ってくると、その間はぎっしり詰まっている、中密になっているということが言えるというのが次の定義です。で、それを言っていきましょう。G と H という向こうグラフがあって、G は H 未満であるとします。で、G は K1 と、順道系同値ではなく、H は K2 と順道系同値ではないとします。で、この時には必ずある向こうグラフ X が存在して、X が G と H の間にあるということが言えると。ということになります。で、これはですね、ベルツが初めに1984年に、証明したものなんですけども、今から紹介する証明というのは、ペアレスとリセトリルによって独立に与えられたものっていうのを紹介していこうと思います。でですね、ここ注意がありますね。何かというと、まあ、この仮定があるんですけども、この仮定からですね、G の染色数は2以上で、H の染色数は3以上だとか仮定できます。なぜかと。先ほどですね、この K1 のと順道系、順道系同値なグラフの集まりっていうのと、K2 と順道系同値なグラフの集まりっていうのがあったときに、この間には、ないと。ここには何もないというふうに言いました。ってことは何かというと、G は K1 と順度系同士ではないと言っているので、G っていうのはこの K2 あるいはそこよりも上の部分ですね、に、まあ、この順序、この順序において、存在しているということになるわけです。ってことは、まあ、K2 である、K2 と順度系同士であるかそれ以上ってことなので、なんだっけ。染色数は2以上になるということになります。一方でですね、H は、この K2 と順道系同値ではなくて、なおかつ G よりも大きいっていうふうに言ってるので、だからで、この間ですね、K1 と K2 は何もないので、この K2 よりも上側にあるということになるわけです。この半順序においてね。で、そうすると、その染色数は3以上になる。染色数が2ってことは、この K2 よりもこの順序で、K2 と同じところか、それよりも下にあるということなので、染色数3以上じゃないといけないということになります。特に H は、2分グラフではない。ということになります。まあ、この、性質は後で使っていくということになります。で、一応ベルツル。というのはどういう方かということを、写真で紹介していて、まあ、この人は、この人って失礼ですね。私の指導教員だったと。だったというか、私の指導教員だった。まあ、そうですね。だった人なので、ちゃんと紹介したいなということになります。だから今から、私の指導教員の定理を紹介するということになりますね。まあ、自分の定理は自分の授業で紹介しないんだけども、指導教員の定理は紹介します。はい。で、それで、証明していくんですけども、次のような流れでやっていきます。で、それはですね、今の、まあ、仮定を満たすような G と H があるんですけども、そこから、この G と H の間にあるグラフ、向こうグラフ、X というのを、あれですね、具体的に構成していきます。具体的に構成していきます。
で、そのために何をするかというと、まず H っていうのはですね、いくつかの連結成分に分かれていますよね。連結成分って何かっていうと、今、H というグラフがですね、あるんですけども、これが、H1 とか H2 とか H3 とかですね、いくつかのグラフの和で書けているかもしれないというわけです。で、これが L 個あって、HL まであるとしましょう。これ連結成分って言ってるので、この HH 自体は、この、あの、もう、あの、輪に分けれませんよ、っていうことを、一応言ってるんですけども、実は、その、すいません、使うかも、使いますね。だから、そういうことも、意味して、また最後の連結成分って言葉ね。で、そういう風になっているときに、何をするかというと、ここでですね、K と G という整数を定義します。これちょっとややこしいんですけども、まずこの K の方は G の H 乗というグラフですね。これは第6回の講義で扱った、定義したグラフなんですけども、このグラフの染色数とします。で、G の方は今ですね、ここで定義した、連結成分がたくさんあるんですけども、その中で2部グラフではないもの。2部グラフではないものっていうのがこれ必ずあるわけです。なんでかっていうと、H 自身は2部グラフではないので、どこかの、連結成分は2部グラフではないということになります。で、2部グラフではない連結成分の中の基内周ですね。基内周。基内周の最大値を取っています。で、それを G とします。いいですか？で、いろいろと言わないことは、言わないといけないことがあって、まずですね、基内周っていうのは何だったかというと、グラフの中の、基平路の長さの最小値です。基平路の長さの最小値です。で、基平路はですね、2部グラフには存在しないので、2部グラフではないグラフで考えるってことが重要です。だから、ここではその2部グラフではないものだけ取ってきてるっていうのが、一つ、制約になっています。で、そのようにして G を定義します。で、もう一個ですね、この G の H 乗というグラフなんですけども、G の H 乗っていうのは、その第6回の講義をですね、思い出してもらうと、有効グラフに対して定義されていたものだったんですね。で、有効グラフに対して定義されていたんですけども、そうか、で、まず G の H 乗ってどういうグラフだったかをちょっと思い出すとですね、G の H 乗の頂点は何だったかっていうと、頂点は何に対応しているかっていうと、斜像なんですね。で、斜像で、これは、H の頂点を G の頂点に移すような斜像に対応しているというふうに言ってました。で、問題がいろいろあってですね、この G の H 乗っていうのは、まずそもそも、有効グラフなんですね。でも、有効グラフなんだけども、このですね、H から G に、純度計斜像が存在しない場合には、これは無効グラフとみなせるんだってことを言ってました。どういうことかというとですね、今この、有効グラフを、考えるときには、H も G も有効グラフなんですけども、この H や G が無効グラフのときには、無効グラフのときには、この辺をですね、両向きの有効辺、個に置き換えて、この G の H 乗っていうのを考えるんだということをしてました。で、その時にはですね、この G の H 乗っていうのは有効グラフなので、またその中にも有効辺が出てくるわけです。で、その時にですね、有効辺として出てくるような、このパターンは2つしかなくて、何かというと、2つの頂点の間に、この両向きの矢印があるか、あるいは1つの頂点のところに、この自分に戻ってくるような、個が存在するかのどちらかしかないということが言えました。もともとのグラフが、無効グラフの場合には。何を言ってるかというと、2つの頂点があって、その間に一方向しか、有効辺、個があるという場合は、無効グラフからこの G の H 乗っていうのを作ったときには起こり得ないということでした。これは起こり得ない。ので、この2つの場合で考えるんですけども、このですね、自分自身に戻ってくるような、これ、自己平路と言ったりするんですけども、自己平路ができるのは、この斜像がですね、純動径であるときのみで、そのときに限るんですね。だから何を言ってるかというと、この斜像が、純動径斜像であるところに対応して、この自己平路ができるんですけども、だから別の言い方すると、そのような純動径斜像が存在しないときには、自己平路はできません。なので、そういうふうな自己平路がないんだったら、起こりうる
その辺の書かれ方っていうのは、この G が A 市場においては、この両向きの矢印しかなくなるわけです。でそうすると、この逆の方向の変化ができるわけですね。両向きの矢印を、その向きのない辺に置き換えるってことをすることによって、この G の H 乗っていうのを向こう側であると見なせるわけです。で、それができるのは、この H から G に純度差像が存在しない場合ですと。その場合しかできないということになるので、それは注意するわけですね。で、そうするとですね、今この場合ですね、我々の場合、この過程においては G は H 未満だっていうふうに言っているので、この過程から H から G には、純度差像が存在しないということがわかるわけです。どうですか？なので、この過程によって、この G の H 乗っていうのは向こうグラフであると見なせると。ということになります。そのために、この G の H 乗に対して染色数はちゃんと定義されるということが一つ重要なポイントになります。いいでしょうか。で、そのようにして、この K というのと G というのを定義します。この K と G っていうのは、その G と H という向こうグラフが与えられていれば、まあ、その具体的に計算ができるような代物なわけですね。で、それを考えます。それで、何をするかというと、この K と G を使って何をするかなんですけども、Z というグラフを作ります。で、Z というグラフは何なのかという、ちょっと消しますね。たくさん書いて。Z というのは何なのかというと、Z というのは何なのかというと、染色数が、染色数は K プラス1以上で、機内周が G プラス2以上の向こうグラフとします。で、このようなグラフが作れるっていうのは、この補足の前ですね、授業の時に、クネーザーグラフを使えばできるんだってことを説明しましたので、まあ、それを取ってくるということになります。だから重要なのは、ここにおいて、何かというと、Z の染色数は、GH 乗の染色数よりも真に大きいということで、Z の、機内周っていうのは、これですね。すべての、この、二分グラフではないような、H の連結成分の機内周よりも大きいということですね。これが重要な性質になります。で、この Z を使って X というのを定義します。で、これが、我々が欲しかった X です。何かというと G プラス H かける Z になります。ちょっとややこしいですね。これはその G と H かける Z っていうのを並べて作ったグラフということですね。で、これが最終的にこの G と H の間にあるグラフになるということを証明してきます。この時に G が X 未満で X が H 未満になることを確認するということを今からやっていきます。つまりこれは何かというと4つのことをですね、4つのことを確認するということになるわけです。その4つをですね、書きます。何かというと、まず、この順番に、純度差像が存在するということが、まず、確認したわけです。つまり G から X に純度差像があって、X が H に向かって純度差像があるというのが、まず確認しなくちゃいけないことで、あと2つは何かっていうと、逆向きは存在しないということですね。つまり、3番目にあることは、X から G にはなくて、4番目、4クレアですね。4番目は何かというと、H から X にはないと。ということを順番にやっていくということになります。で、これが全部確認できれば、確かにここに書いてある性質が成り立つということが分かるので、証明が終わるということになります。ここまでいいでしょうか。それでですね、で今これから一個ずつやっていくんですけども、じゃあまず1番からやりましょう。1番。G から X に順序差はありますかですね。で、今ですね、一番上に書いてある、これが今の設定ですね。設定です。で、まず確認すると、G から X に純度差がありますよ。で、これは和に関する性質からわかります。なんでかっていうと、これ X っていうのはですね、今ですね、G プラス H かける Z のわけです。これはですね、今書くと、そのまま書くと、これでしょうか。これはですね、G プラス H かける Z のわけですね。で、今ですね、この下に書いてあるのは、和の性質として、第6巻ここで出てきたもので、で、一般的に、まあ、グラフだったら何でもいい G と H なんですけども、G から G プラス H に純度差がありますよってことを言ってるわけです。で、まあ、この G として我々の G を持ってきて、H として我々の H かける Z を持ってくる。
と、このような順序がありますよということが、この性質からわかるわけです。で、これは取りも直さず、ここの性質でいうと、確認することが一番、そういう形で言ってるのと同じなわけですね。だから、これは成り立つということがわかるということになります。いいでしょうか。これが1番目になります。じゃあ、2番目の性質として確認することですけども、それは X から H に向かって、順序計算がありますよということを言ってきます。で、これはですね、またこの、和等性質的に関する性質と、もともとの、仮定ですね、G が H 未満であるという仮定があったので、ここから、G から H に向かって順序計算があるということが言えますので、それを使います。じゃあ、どうこれを使って、この確認することを言っていくのかと。ここですね、確認することを言っていくのかということを、説明しますけども、それはですね、次のようになります。まずですね、この X はそもそも、また、これ書き直すと、これ書き直すと、G プラス H かける Z、これプラスですね、から、H に向かって、順序計算がありますよってことを言いたいわけです。で、そうするとですね、この和の性質2番というのを使うとですね、この結論の部分がこれに今似てるわけですね。で、ここではこの G と H と X っていうのは、まあ、一般的なグラフ。何でも良いので、まあ、この我々の状況に当てはめて、これ書き直すと、G は G で、H は H かける Z に対応すると。で、プラスで、住所の X は H に対応すると。こういうことになるわけですね。で、この性質を使おうと思ったら、これは結論なので、この仮定の部分が満たされていれば十分であるということがわかるわけです。ちょっと場所を動かせますね。で、そうすると、G と H と X が何に対応するかっていうと、G、は G で、X は H ですね。で、H が H かける Z。こういう形になっているんです。だから G から H で順序計算像があって、H かける Z から H に順序計算像があれば、よろしいということになります。それでですね、一つ目のじゃあ G から H に順序計算像ありますかっていう仮定、これが満たされているかどうか確認したいんですけども、これは先ほど言った仮定からすぐに出てくるということになります。だからこれは OK。じゃあ、二つ目のですね、H かける Z から H への順序計算がありますかっていう仮定、これが満たされているかどうかってことを確認したいんですけども、これはですね、この下の積の性質を使うということになります。でこれはですね、一般的なグラフに対して G かける H から G へ順序計算があるというふうに言っているので、この G として H を取ってきて、H として Z を取ってくれば、H かける Z から H に順序計算があるということが言えるわけです。というわけで、この二つ目の仮定もですね、クリアされるというわけです。つまり、両方とも、この仮定は正しいという、成り立つということが分かるわけなので、結論であるのみ、つまり確認したいこと、正しいというふうに言えるということになります。これで、この二つ目の確認したい事項は、証明できたということになるわけです。ここまででしょうか。はい。で、あと二つですね。三つ目は、順序計算上存在しないということを言ってくるんですけども、今までですね、まずこの、染色数や機内種を使ってなかったので、ここから使うことになるわけですね。じゃあ、それやっていきましょう。じゃあ、X から G にはありませんと。順序ベストありませんということを言っていこうと思います。そのためにですね、配理法を使います。X から G にあると仮定します。順序ベストがあると仮定します。で、ここから矛盾を導きたいんですね。で、ちょっとここで何をするかというと、今、X はこれですね。X っていうのはどんなグラフかというと、X っていうのは G と H かける Z の足し算が並べたものになってるわけです。で、ここからですね、G に向かって順序計算ありますよってことを言ってるわけですね。これが仮定ですね。この仮定です。で、そうするとですね、これは二つに分かれてますから、G から G に向かってくる順序計算像と H かける Z から G に向かってくる順序計算像の両方がなくてはいけなくなります。だけども G から G への順序計算像は、G と G 同じグラフですから、これはまあある当たり前というか、まあ、この矢印の反射性とも言ったものですね。だからこれは正しいんですけども、非自明なのは H かける Z から G に順序計算像があるということが、この X から G に順序計算像があるという仮定から言えるわけです。それはここですね。H かける Z から G に順序計算があります。で、そうするとですね、何が言えるのかっていうと、これはですね、何を言ってるかと、先ほどはですね、その、出来上ですね、グラフの出来上のことを考えると、これ何を言ってることになるかというと、これはですね、つまり、まあ、同値の形で書くと、これは何を言ってるのかっていうと、G の H かける Z 上というグラフに自己平路が存在するということを言ってあります。
ですか。先ほどちょっとその、このグラフを説明するときに言ったことですね。これは、順序計算が存在すると言ってるわけですから、まあ、そういうふうに、そのに対応する自己平和は存在しそうなわけです。でですね、ここでですね、このグラフの指数法則というものが第6回の講義であったんですけども、それを使います。それは何なのかというと、ここに書いてあるように、グラフがあったら、一般的に F、G、H というグラフがあったら、この H の G かける F 乗と H の G の F 乗というのは同型ですという性質でした。で、これは一般的なグラフに対して成り立っているものなんですけども、今我々の状況に当てはめると、左辺の方は G の H かける Z 乗になっています。で、そうすると、まあ、対応する右辺に書こうとすると、これは G の H 乗の Z 乗というのがあって、これ2つが同型になるということがこの法則からわかります。そうするとですね、何が言えるのかっていうと、今この2つのですね、グラフが同型なのですけども、こう言ってるように、この左側のグラフには自己平和が存在するというふうに言ってるんですよ。左側のグラフに自己平和が存在して、その左側のグラフと右側のグラフが同型なのだから、右側のグラフにも自己平和が存在することになります。それがこの性質からわかります。指数法則から、つまり、G の H 乗の Z 乗に自己平和が存在するということになります。いいですか？そうそう、これは何言ってるかっていうと、このグラフですね。このグラフは、このグラフの頂点は何だったかというと、このグラフの頂点は、斜上だったんですね。斜上で、Z から G の H 乗への斜上ということになるわけです。で、このような斜上の中で自己平和に対応するのが、順動系斜上だったわけです。つまり、Z から G の H 乗に向かっていく順動系作動が存在するということになります。つまり、ここから、そうですね。Z から G の H 乗に向かっていく順動系作動が存在するということがわかります。ここまでいいですか？そうすると、今、Z から G の H 乗に向かって順動系作動が存在すると言ってるんですね。存在するって言ってるということは、ここから何が分かるかっていうと、この染色数っていうのは、この、矢印の関係において単調ですから、Z の染色数っていうのは、G の H 乗の染色数以下になります。そうすると、これはですね、ここに書いていた、この Z の構成法に矛盾するわけです。これですね。この2つは相入れない。ということになって、全体として矛盾で証明が終わると。ということになります。つまりこの過程が間違っていることなので、X から G には、順動計算はありませんよ、ということになります。いいでしょうか。これが3つ目の確認事項でした。じゃ最後ですね、もう一つ、4番目の確認事項をやっていこうと思います。これが H から X には順動計算はありませんよ、ということです。で、じゃあ、これ先ほどと同じように、配理法でやるために、H から X に順動計算がありますよと仮定します。で、そうすると、先ほど言った通り、X っていうのはどんなグラフだったかっていうと、X っていうのは、G という連結成分、あ、G という部分と、H かける Z っていう部分が、こういうふうにあって、まあ、そこから、今、H。H からそれに向かって順動計算があるよってことを言ってるわけです。だけども、仮定から、H から G には順動計算がないって言ってるんですね。だから H を G に移すことができないんです。そうすると、これ何が起きてることになるかっていうと、今 H っていうのはですね、もしかしたらまあいくつかこの連結成分があって、H1 とか H2 とか H3 とか、まあ、たくさん連結成分あるかもしれないんですけども、この全部がですね、一斉に G に移ることがないっていうふうに言ってるんで、どこかの連結成分は G に移れないってことなんですよ。で、そのような連結成分を今、HI としましょう。からある連結成分 HI に対して、HI は G に移れませんよと。HI は G に移れませんよということになっているということが言えます。で、じゃあ G に移れないんだけども、全体としては、この X というグラフに移されるんだから、HI はこの H×Z に移っていく必要があります。これはここですね。ですね。ここまでいいでしょうか。で、積の性質から H×Z から Z への順動計算が存在するということが言えます。ですか？ということなので、ここから HI から Z に向かって順動計算が存在するということがわかるわけです。いいでしょうか。
じゃあですね、この HI っていうのは何なのかとちょっと考えなくちゃいけないんですけども、G はですね、そもそも、家庭からですね、その先職者が2以上であるってことを言ってました。で、先職数が2以上であるようなグラフに順序化作用が存在しないのだから、HI っていうのは2部グラフではないってことになります。先ほど言った通りですね、2部グラフであったら、この HI の先職数が2以下ですから、この G に向かって、順序化作用が存在することになってしまいます。だから、HI は2部グラフではないということになります。つまりですね、HI の機内臭は定義されるということになります。なので、この OG、HI と書けるわけですけども、今、HI から Z に向かって、順道系作動が存在すると言ってますから、この下に書いてある、グラフの機内臭に関する性質ですね、これ第2回講義の復習です。この性質から何が言えるかというと、今、これは G から H って一般的なものが入ってますけども、この場合に当てはめるように書くと、今、HI から Z に向かって、順道系作動がある、あると言ってるので、OGHI は OGZ 以上という形の結論が得られるということになります。しかしですね、上に書いたように、OGZ っていうのは OGHI よりも真に大きいわけなので、この2つは両立的に矛盾するということになります。で、これでこの確認したいことの4番目の証明ができたということになります。よろしいでしょうか。で、これによって最終的に結論としては、G と H の間に X が存在するんだということが言えたということになります。で、これでその中立性の証明は終わるということになります。よろしいでしょうか。まあ、入り組んでるなという感じはするんですけども、まあ、そういうことを考えると、ちゃんと中立だということが言えるということは素晴らしい。しかも、この X というのは具体的に構成できるんですね。だから、皆さんも作ろうと思えば作れるということになります。では、これでもう一回まとめをすると、この中では、まあ、補足の前の一筆の授業のところでは、差と反差の話をして、この補足のところでは中立性の話をしました。で、一つですね、注意をしておかないといけないことがあるんですけども、この中の話、特にですね、この無限の反差があるとかですね、中立性の話っていうのは、無効グラフに対して成り立つ性質なんですけども、これはですね、有効グラフに対してその成り立つかというと、これは実はですね、そうにはならないんですね。で、それはですね、また、面白い話ではあるというか、ちゃんとした話が、まあ、別にあるというか、同じようにあるんですけども、それは、この授業では扱えないので、勉強してみたい人は、個別に勉強していただくということになります。が、一つ言っておきたいのは、かなり異なるということがあるので、それは注意をしてください。はい。で、次回以降ですね、年明けは、このアルゴリズムの話をしていこうかなというふうに思います。ちょっとまた経路が違う話になるかなと思いますけども、ご期待ください。では、この補足の部分も含めて、この部分の内容はこれで終わりになります。ありがとうございました。